セクシトゥス・アティリウス・セルラヌスは、紀元前2世紀中頃の共和制ローマの政治家。紀元前136年に、失政官を務めた。セラヌスはプレブスである、アティリウス氏族の出身。セラヌスのコグノー面は、紀元前257年と、紀元前250年に、失政官を務めたガイウス・アティリウス・レグルス・セルラヌスに、始まる。この家族名は、 かつては、ウンブリアの町サランと関連すると思われていたが、最近では、ラテン語の種まきをする人という意味のセレーナスに由来すると考えられている。カピトリヌスのファスティによれば、セラヌスの父のプラエノオメーメンは、マルクス、祖父は、ガイウスである。セラヌスは、紀元前136年に、執政官に就任。ウィリウスポーの規定から遅くとも、 紀元前139年にはプラエトルを務めたはずである。同僚執政官はパトリキのルキウス・フリウス・ピルスであった。同僚のピルスはヒスパニア・キテリオルを管轄したが、セラヌスに関しては何の記録もない。ただ、キケロの義務についてとアッキクスへの手紙にセラヌスのことが触れられている。よく紀元前135年、おそらくプロコンするとして、 ガリア・キサルピナ族州の総督を務めたと思われる。この年に、ガリア人から奪い、ムニキピウムとしていた、現在のベネト州のビジェンティアとアテステの教会が定められたが、ここにセラヌスの名前が出てくる。紀元前155年頃に、セッラヌスは、造兵官として、デナリウス銀貨及び一安から、セクスタンスまでの五種類の青銅貨を鋳造している。このコインは里面に、 SAR の刻印があるのが特徴である。デナリウス銀貨は、表面が兜をかを被って女神ローマ、裏面がチャリオットに乗った女神、ウィクトリアが描かれている。ありがとうございます。